以前、中年童貞向けの講座というのをやったことがあって。はい、中年童貞向けの講座まあ、童貞かどうかはわかんないですけど、でもまあ、婚活をしている人たちで、限りなく、その、性体験がないっていう人たちの。素人童貞みたいな感じ。そうですね。もしくは本当に完全童貞。で、その人たちに、講義をしてくれって言われていて、はい、僕はテクニックを話す気満々で言ったら、その人たちの質問は全部、どうやったらそういったことができる関係になりますかだったんですよ。あ、もう手前なんですね。そうなんですよ。それでじゃあみんながどれぐらいの、まあ、次元にいるのかっていうのを聞きたくて、じゃあ自分の中でちょっと、プランを立ててくれと。うん、で、来週発表ね、みたいな感じで、一週間考えてきて、で、手を挙げさせて、答えてもらった一人が、それ40後半の男性だったんですけど、はい、僕はパンを作るのが趣味なので、はい、一緒にパン作りをしようと言って家に誘いますって言うんですよ。すごいね、レベル高えな。でもじゃあ、なんでなのって聞いたら、パンを一緒に作るという作業で、僕のその男らしさやリーダーシップをアピールできますって言うんですよ。うん、へえ、私料理できる男性ってかっこよく見える例ありますね、確かに。大悟さんの話聞いて、あ、じゃあその人も、もしかしたらその大悟さんの本とか、読んでたのかなと思って、でもその人は、このじゃあ美味しいパンができました、で一緒に作ったパンが美味しかったですで、共感できてるじゃないですか。ここから、ベッドに行くのがわかりませんって言うんですよ。なるほど、そこまで行ってるのに。で、それで、じゃあこのクラスの中で、じゃあみんなで考えようっつって。で、みんなが、こういうふうに、うーんっていう中で、こういうふうに一人挙げた人が、パンを、おっぱいのように揉んだらどうですかって言ったんですよ。僕、こんなことできるよって。あ、もう出来上がったパンを、うん、もうこんなテクニックがあるよ、みたいな。